これですね、多分初代は。最初目線入らなかったですね。うわ、これはすごいですね。中山泰道。しました。手掘りのね、トンネル。あ、ひんやりとした空気が。寒いですね。僕が今までトンネルいろいろ見てきた中ではかなり古い。でも多分1970年代ぐらいまでは多分通っとったかもしれないですね、この感じは。やっと見つけました。ここが先ほど通ってきた廃道です。これとかも多分岩が落っこちてきてダメージ受けたんだよね、この凹んでるね。
お、なんかこれはやばいですね。小屋があります。
うわ、あ、ありました。うわ、やば、めっちゃやべえっす、これ。これめっちゃやべえっす。立ち入り禁止のあれないんで行きます。こんな感じですね。ちょっと特殊ですよね。そうですね、なんかトンネル。でも多分ほんまに頻繁に土砂崩れいうかあって、うん、まあ、こういう感じで、だから第二トンネル2台目作って、でも それも良くなくて3台目作ったって感じなのかな。おっとっとっと、行きますか。大木が、ただもともとはここにこのままずっとまっすぐだったんだろうね、うん、このでも多分これが避難的な感じの道ですよね、うん、これは無理ですね、絶対。任務達成でございます。途中やめようと思ったんですけども、もう本当に簡易的な感じですね。これ戦時中とか、まあそういう昭和とか明治期かな。なんか痕跡とかね、残ってれば、痕跡っていうかその年号とかね、あればいいんですけど、そういう感じでもなく、なんかあったんかな、このなんかこのね、なんか札みたいなのを置いとったんかもしれないですね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。